あ、こんにちは。情報理工学系研究科の高木と申します。はい、本日は情報セキュリティのディレンマで、特に暗号と量子コンピューターのこの関係について説明させていただきます。まず最初に自己紹介ですが、私は情報セキュリティ暗号理論を20年以上にわたり研究をしております。で、最近はこの題目にあるとおり、量子コンピューターの時代でも安全に利用できる暗号というものの研究をしております。で、今日の講演内容はこちらの数学セミナーやこの辺の雑誌に書きましたので、興味ある方はご覧ください。配布してある自己紹介のところにもこの文献が書いてあります。はい、それで今日の講演の概略ですが、まずはじめに歴史的な暗号の実例を紹介させていただきます。それから現在我々の生活で使っている暗号というのはどういうものがあるのかということを説明した後、その暗号が期待化する、これは暗号が安全でなくなるという意味なんですが、その期待化するリスクについて議論したいと思います。その後、暗号のディレンマですね。で、設計者、作る方側から見たものと、あと攻撃する側、攻撃者のこの対比ですね、これはある種の攻防があるんですが、それがどのようなものかというのを話したいと思います。で、最後に最初に言いました量子コンピューターの時代でも安全となる次世代の暗号の国際標準化について説明させていただきます。はい、それで多分皆さんの多くは最初に暗号と聞くと想像されたのが、こういう絵の写真かなと思います。はい、これ数年前に映画でイミテーションゲームというものがあったんですが、ここではドイツ軍が開発したエニグマ、これ解読が難しいと言われているエニグマを、これイギリス の, 天才数学者チューリングがこの計算機を使って解読したという話ですね。で、このように暗号というものは、かつてはこう軍事とか外交で主に使われてきました。で、それを開発、安全な暗号を開発しては、この数学者が解読していたという歴史となります。はい、ではですね、ここで一つ問題を皆様に出します。はい、暗号文、こちらの暗号文を解読してみてください。じゃこれ1分ぐらい時間をあげますので、少しちょっと想像してください。これは何らかの法則でもって、あるアルファベットの列が変換されているんです。500人おられますので、ひょっとしてすごい能力のある方は解けるかもしれませんが、はい、じゃよろしいですか。このまず暗号文は、実はこれ有名な、非常に有名な暗号の方法によって作られています。で、その暗号の名前は、シーザー暗号というものです。で、シーザーって名前を聞いたことある方もいると思いますが、カエサルとも呼ばれている、約2000年前のローマ時代の、シーザーです。はい、こちらです。で、この暗号は、このアルファベットを、この ABC の順番でこうずらしていった形で作ります。この2枚のこう円盤をこう用意して、両方とも ABC の順で Z まで並んでるんですが、それを何文字かこうずらして作ります。そうするとこのずるずるずっとこうずらして回転していくと、 A に対応するのがどの文字か、 B に対応するのがどの文字かということが、この2つの円盤のずれから分かるわけです。はい、でこれを2000年前にこのシーザーというもの、シーザーが考えた暗号となります。それで どうしてですね、このシーザーというのは当時こんなことを考えたかというと、シーザーが言った言葉を見てみるとちょっと分かります。それでシーザーの有名なセリフですが、多分一番有名なセリフの一つが、サイは投げられたですね。ルビコン川を渡って、もうここから渡るとも後戻りができませんよ
という、もう当時戦争の時代で、もうここから先ルビコン川を渡ると戦争が回避できない状態になるという有名なことわざです。で、他には来た見たかったですね。これはシーザーがローマから地中海を渡って南の方に戦争に行くわけですが、その時に短時間で勝利した結果をローマに報告するんですが、その時送った手紙ですね。これ非常に短く簡潔に書いた手紙の内容となります。で、最後3つ目がブルータスお前もかですね。友であり腹心としていたブルータスに裏切られて殺されてしまうという状態です。当時はこのような戦争の時代でいかに安全にデータをメッセージを送るかということが必要とされていて、その結果シーザーはような暗号を考えました。回答ですが、この答えはユニバーシティになります。はい、これは13文字移動します。で、実際こうやってみますと、ちょっとこれ暗くて私の方向からちょっと見えない、うまく見えないんですが、 H がちょっと U に対応してるんですが、どこだ、ちょっとすみません、これちょっとここから見えないんですが、 H がこう U に対応しているはずで、で、次が A が N ですね。 A が N に対応している。外から内側に対応というふうに見ますと、で、 V が I に対応しているというふうに13個ずらした状態で対応を見ていけば最終的に答えになるということです。で、暗号化するときはもちろん13個今度逆にずらして暗号化するというふうにして暗号化します。で、実はですね、皆さんもこれ答えを知ってしまいましたので、もうシーザー暗号で暗号化した状態はこの円盤作ってずらしてやればいいですので、もうここにおられる方はみんな解読できてしまうわけです。このように暗号というのは、最初は一見難しいようですが、一度解読の方法が分かってしまうと、もう、簡単に解けてしまうというふうになっています。そのシーザーの時代もそうですが、その戦争中、第二次世界大戦中もそうですが、その昔の暗号というものはこの限られた人が使う軍事外交に主に使われてきました。ところが現代の暗号というのはこの状況とは大きく状況が変わってきています。それが IT 技術の進歩により、もう我々の生活の中でデジタル化したデータというのがもう頻繁に使われるようになります。特に95年ですね、 Windows95 というものが出て、インターネットにもう家からアクセス、もう多くの人がアクセスできるようになったインターネットの時代が二十数年前に到来しました。その時にネットを使って例えばショッピングをするですね、その時に皆さんクレジットカードの番号や、あとですね、銀行の時に皆さんの銀行の口座の番号を送ったりしますが、それを守らないといけない状況があります。そういうのを電子決済ですね。で、他には暗号が使われている場所としては、こういう皆さんの使っているスマートフォンなどの個人データプライバシーを守る技術として使われています。他には有名なのが著作権保護技術です。 DVD はコピーできません。DVD というのは暗号化されている状態になっています。それで正当なユーザーはその開ける鍵を受け取ることによってコピーができる状態になっています。で、その他には金融系です。で、最近流行っている仮想通貨ですね、例えばビットコインなんていうのは暗号技術の塊でして、これも暗号技術がないと作れないものとなっています。で、その他にはこの電気自動車や IoT セキュリティと呼ばれている分野などでも暗号が使われていて、もう我々の生活の至るところで使われている状況です。つまりもう暗号は現代の社会になくてはならない、もう情報インフラの一つになっているということです。こういう状況になっているんですが、じゃあ実際どのような暗号が使われているかというのは皆様はあんまり考えたことが普段の生活ではないと思いますので、今から現在実際に使っている暗号の例を一つ見せたいと思います。
一番簡単な例がこのインターネットにアクセスするときにこういう画面が出てきてこうパスワードを入れることがあると思います。銀行のアカウントの番号プラスパスワードですね。そのときによく見るとここの方上の方にですね鍵のマークがこうついていることがあります。それでこの鍵のマークをこうクリック、ごめんなさい、ここですね、ここでした、鍵のマークここについてます。これをこうクリックすると実はここに使われている暗号が表示されます。今この場合 RSA 暗号というものが使われています。でこれが我々の今生活で頻繁に使われている RSA 暗号と言われているものです。でこの RSA 暗号の安全性というものは一体どういうふうに守られているのかというのを今から話したいと思います。でこれがこの RSA を暗号化するときの鍵となります。先ほどのシーザー暗号でいうとなんか円盤に当たるようなものですが、これが今これ見ていただいた通り、これ整数値です。それも大きな600桁以上の整数値です。今これ16進法というもので書いてありますが、少し短く見えますが10進法に直すと600桁以上の桁になります。で実はこの整数に秘密がありまして、これは実は2つの素数をかけて作った合成数となっています。でこの数字が皆さん小学校の時にやりました素因数分解ですね、素因数分解が難しいということに安全性の根拠を置いています。で素因数分解とは何かというと、これ大きすぎて何かよく分かりませんので、じゃあまた問題になって申し訳ないですが、問題15、187、これらを素因数分解してください。まあ、一番上はこれは九九の逆ですのですぐできると思いますが、その次その次その次となっていくとどんどん難しくなると思います。答えはこのようになります。今言いましたように2個の素数の積で15は 3×5、 187は 11×17 で、1961がこの2つの素数の積です。でこの数字はこの2つの素数の積と。今言いましたようにこう桁数が上がっていけばいくほどどんどん難しくなっていきます。で先ほど述べた600桁の数字ですね、600桁以上のこの10進でこの桁が600桁になると、もう今の我々のコンピューターではもう技術では破れないというふうに言われています。じゃあどうして600桁なのかということが非常に重要な、それが重要なことになります。でその600桁になるとどうして安全かというのは、いろいろなことを考えないといけないわけです。これ今暗算でどれくらい難しくなるかということを議論するだけでは不十分です。じゃあ計算機を使ったらどうなるんですかとかですね、スーパーコンピューターを使ったらどうなるんですかとか、いろいろなことを議論しないといけないわけです。それで今どれくらいの桁が解読されているか、これ世界記録です。世界記録は2010年に出たんですが、これは232桁が解読可能となっています。1個の計算機を使うと約1500年これ必要となりました。じゃあ2台使うと750年ですね、はい、それで1500台使うと1年と。じゃあものすごいたくさんのコンピューターを使って並列で計算したらもっと早くできるのかですね。そういうことを議論して最終的にどれくらいの桁の大きさが安全であるかということを決めています。でこのようなことを議論するんですが、ここで使うのがこのような数式となります。この数式はこの先ほどの素因数分解したい数字 n を代入したときにどれくらいのスピードでこう難しさが増えていくかということを表した式です。でこの数式とこの計算機による実際のデータを用いて将来どれくらいの桁が安全になるかということを議論します。はい、でこのような議論をやっているのが現在の暗号の解読技術となります。それでその実際に桁数を決めるにあたっていろいろな議論をするわけですが、今
このクリプトレックというグループがあります。ここは総務省と経済産業省が主管官庁となって電子政府で使う暗号の安全性を評価しているグループです。で、私はここの中で暗号解析評価ワーキンググループというところの視察をして、このように大学の先生だけではなく企業の方、あとオブザーバーとしていろいろ官庁の方も入っているグループで、先ほど述べたような議論を行います。で、この議論の結果600桁ぐらい のものが安全であろうというふうにな結論に達しています。で、実際もう少しどんな議論をするかですが、このクリプトレックで公開しているあるグラフを今から説明します。このグラフはいろいろな情報が入っているんですが、まず横軸ですね、横軸が年になります。1995年から始まって2000年、2005年、2010年とこう増えていきます。今この辺りです。で、縦軸がこのフロップスって書いてあるんですが、これはスーパーコンピューターの速さだと思ってください。で、これは1秒間に例えばここのこの辺りですと10の15乗回の計算ができるということを言っています。それで、ここのまずグリーンの四角ですが、これは最も速いスーパーコンピューターをプロットしたものです。スーパーコンピューターというのは半年に一度ベンチマークした結果をランキングしまして公表する機関があります。トップ500という機関があるんですが、そこが公表しているスピードのプロットしたものです。で、こちら の赤い三角がこちらの方が、これが500位の平均値です。先ほどの解読記録がどれくらいかかったかっていうのがここですね。先ほどの解読記録がこの辺りとなっています。で、これ見ていただくと面白いのは、例えば1995年ですとこれ10の11乗ぐらいです。それから5年、10年ですので2005年までこれ10年経ちます。そうすると10年経つとこの辺りなんですが、10の13、14ですね。つまり11、12、13、14ってことは10の3乗増えるわけです。10の3乗というのは1000です。つまり10年経つとスーパーコンピューターは1000倍速くなるわけです。これ大体の概算ですが1000倍速くなるわけです。20年経つと今度は10の6乗ですので100万倍速くなるわけですね。これ非常に重要な事実で、計算機というのはすごく進歩していまして、どんどん速くなっている。そのスケール感がこのグラフでわかります。これはムーアの法則というふうにとも言われているもので、今までの経験値から、これいずれ終わるのではないかと言われてたんですが、今のところ、まあ、過去20年近くはこう変わっていないということです。で、スーパーコンピューター K というのは一時期世界トップだったんですが、今はもう外国のスーパーコンピューターに一位は抜かれていって今この辺りになっています。じゃあ暗号が今使われている暗号がどれくらいで解読できるかというのはこの横軸に今ここに線が引っ張ったものです。実は300桁のごめんなさい、今言った600桁のケース、600桁以上の暗号というのはここ解読するにはこれぐらいの計算時間がかかるということで、約30年ぐらい先に解読されるというふうに予測されています。それで今のこの600桁の桁帳というのは、まあ、今から例えば15年ぐらい、まあ、使いましょうというふうに決められています。で、今どれくらいまでスーパーコンピューターを仮に占有したとしたら計算できるかというのがこの辺りになっていまして、今は300桁ぐらいの桁数であればスーパーコンピューターを1年間占有したら解読できるというふうに言われています。で、この300桁の桁というのは実は今から
20年近く前はその桁数を使っていました。ところがあるときにその300桁の桁では安全性が足りないということで600桁に伸ばしました。それが約2006年ぐらいですね、6年ぐらいにそういう移行をして大きな桁に移したという経緯があります。でその議論を今述べましたこのクリプトレックというところで議論しています。暗号の安全性ってね、今の桁の長さの議論をしたわけですが、暗号が安全であるということをその正しく評価するのは非常に難しい研究対象になります。で今使われている暗号は非常に安全に使われているんですが、じゃあその暗号がどのようにしてその安全なレベルまで達することができたのかというのを今からこのスライドで説明したいと思います。まず新しい暗号がこう提案されたとします。例えば学術の論文であったりどっかの国際会議で発表されたりします。でその発表された時点で研究が終わりではなく、そこからが暗号の研究が本格的にスタートする段階となります。まず最初に行うのはこの安全性検証フェーズですが、例えば今もうすでに我々の業界にあるノウハウがいろいろあるんですが、その知られている攻撃を確かめています。この知られているこの攻撃はどうなのかですね、それを調べてみる。あとひょっとしたら新しく提案した暗号が独自の何か弱い何か構造があるのではないかということで、新しい解読アルゴリズムというものを試しています。あと今やったようにどれくらいの桁を大きくすれば安全なのかということを議論します。それでここがポイントなんですが、これ言うならば暗号のストレステストなんですが、この議論は我々の業界では全て公開します。つまり解読するノウハウは論文としてあと国際会議の場で発表します。そんなことしていいのかというふうに思われる方もいるかもしれませんが、暗号というのはもう社会のインフラとして使われていますので広く浸透しています。それがある日何かの欠陥が見つかった場合ですね、もうそれは取り戻しがつかないわけですね。もう例えば何かすごい新しい攻撃がポンとある日でできてしまったら、もうその暗号は使えなくなるわけです。そういうことにならないように我々の暗号学者や数学者、あとは情報系の学者をこう交えてこう徹底的に議論するわけです。もう1年では足りません。こう何年も何年もかけて議論します。そして議論し尽くした結果、業界全体として、ああこの暗号ならこの方法だったらもうこれはもう安全であろうと、もうちょっとしたもう攻撃っていうのは存在しないであろうという業界のコンセンサスが取れる時期が来ます。そうした結果初めて実用化に持っていくと。だからもう実用化されている今暗号というのはもう非常に練りに練られたものであって、簡単な欠陥は見つかりません。非常に安全に使われます。でその時には何ビットの鍵が安全であるかとか、そういうのも議論した上で使います。ところが先ほど言いましたように計算機のスピードっていうのは速くなっていますし、ひょっとしたらですね、さらに新しい攻撃が出てくる場合があります。実際に10年前20年前では想像もつかないような全く新しい手法で暗号を破るような技術というのが出てきます。これはもう我々がもう想像する以上のもう驚くべき方法で解読されるということがあります。でそういうことになりますと、今使っている鍵の長さ、鍵はもうこれで廃止します。寿命で終わりにします。その段階で先ほど言いましたが、300桁の鍵は廃止して600桁の桁にこうバージョンアップするわけですね。その時に進歩した攻撃も踏まえて、で新しいバージョンアップした暗号にしていきます。で今のところこの10年サイクルぐらいで回っています。はい、でこのようにして暗号の安全性が担保されています。それ で今日はここのですね、その想像もしないような暗号解読っていうのはどういうものがあるかというのを一つ紹介したいと思います。でそれが量子コンピューターというものです。で今広く使われている暗号は
その素因数分解問題を使った RSA 暗号というものと、もう一つこれ、これ少し専門用語になってしまいますが、楕円曲線暗号というものがあります。これがDVD の著作権保護や、先ほど述べた仮想通貨などで使われています。これらの広くもう普及している暗号、今これは暗号の業界では非常に安全だというふうに言われているんですが、ところが量子計算機、量子コンピューターが出てくると、これらの暗号は安全でない状態になります。これを我々は量子コンピューターで機体化するというふうに言っています。で、これはどういうことかといいますと、これちょっと難しい話なんですが、まず量子コンピューターをソフトとハードという2つの点で議論したいと思います。まず量子コンピューターを実現するためのソフトウェアですが、ソフトウェア自体はこのショーのアルゴリズムというものが1994年に出てきまして、プログラムは書くことができます。94年の段階でできていたと。それは最初夢物語だと思っていたんですが、2001年になってハードウェアが作られました。これ核磁気共鳴という NMR というものを使って実現しました。つまり量子コンピューターもあります。ところが量子コンピューターの大きさが非常に小さいです。量子ビットというものを使って量子コンピューターを作るんですが、この2001年に出てきたときは7量子ビットです。つまりサイズが7個しかビットが量子ビットがない状態という非常に小型の量子計算機が実現しているだけにとどまっています。その量子コンピューターつまりハードウェアはあるけど小型だと。でソフトウェアもすでにあると。じゃあ将来的にそのハードウェアがこう徐々に大きくなっていてですね、大規模化したらいずれ今こう使われている暗号 RSA 暗号や楕円曲線暗号というものは安全でなくなるという状況になっています。それで暗号の業界としてこういう状況がになっているために、今この使われている暗号のこの数学の問題ですね、この数学の問題を別の数学の問題に変えて量子計算機の時代でも安全な暗号を作ろうという研究が非常に活発になってきています。でその研究をのことを量子計算機、量子コンピューターに対して耐性があるということで、これ対量子計算機暗号と言います。ちょっとこれこれ専門用語となりますが、対量子計算機暗号で英語だとポストクォンタムクリプトグラフィーというんですが、でそれでその日本語訳としてポスト量子暗号とこの講演では呼びたいと思います。量子計算機の時代で安全になる暗号です。でいろいろな数学理論を使うんですが、今日は数学理論の話は置いておいて、名前だけ符号理論とか公式理論、多変数多項式といった今までに使われていない新しい数学を暗号に持ってきていろいろ研究している段階となります。それでここで難しいのが、この量子計算機、ここは7量子ビットという7個しか量子ビットがなかったんですが、どれくらい大きくなっていくのかと。じゃあ今実際どれくらい大きくなってきているのか、将来どれくらい大きくなっていくのかということが非常に問題となるわけです。でこれが今の現状ですとこの IBM が去年ですね、11月に今20量子ビットまで規模が拡大しました。でその後数年後は50量子ビットまで拡大するというふうに言われています。これ見ての通り7から20、50とこう上がっていくわけですね。で将来的にはもっと上がっていくだろうということで、今この動きが注目を集めています。でこれ実際これが量子 IBM が作った量子計算機ですが、これを非常に低い温度まで下げて量子状態を作る必要があります。したがってこれは非常に特殊な今施設が必要です。ただしここにクラウドってありますが、この量子計算機を使うのに今クラウド経由で、つまりこの計算機からもアクセスして計算することが可能となっています。
で今この20、50量子ビットを使ってでどのような計算ができるかということをま暗号解読も含めて今非常に注目を集めています。今私暗号解読という側面ある意味負の側面ばかり強調していましたが今量子計算機というのはポジティブな面ですねも非常にありましていろいろな科学技術の計算ができるということで、まあ、これ非常に多く の会社がこの注目を集めてこの量子計算機を使ったいろいろな実験をしているという状況となっています。それでこの流れを踏まえて暗号の方のこれちょっと動向を説明します。それで2015年の話なんですがアメリカに国家安全保障局 NSA というものがあります。この NSA が突然ですね発表しました。で今使っている暗号の開発をするのではなくて将来的にはポスト量子暗号に移ってくださいということを説明し声明を出しました。でその他にはいろいろな学会このポスト量子暗号に関する議論をしている学会がたくさんあります。あとこれは今政府関係 の資金も非常に多く出ていまして EU やドイツ政府あとアメリカも含めてあと日本ですねいろいろな研究プロジェクトが動いています。それでどのような標準化が今動いているかということを説明したいと思います。その2015年の NSA の声明を受けてまず最初に動いたのがアメリカで暗号の標準化をしている組織があります。それから NIST と呼ばれている米国の標準技術研究所と言われているところです。ここで国際規格を作って暗号を国際化の標準化をしているところです。このNIST が2016年の2月に開催されたポスト量子暗号を専門とする国際会議でポスト量子暗号の標準化を進めますという宣言をしました。これ見ての通り福岡とあるんですが日本で開催しました。この時私はプログラム委員長をやっていましてNIST から連絡が来てそういうことをここで発表したいので協力してくださいということでどうしてここを選ばれたかというとポスト量子暗号の研究者が最も集まる場所国際会議ということでそのコミュニティの人に標準化にあたって安全性を先ほどのようにこういろいろ議論してほしいという要望が来ました。でこの2016年の時は非常に議論が盛り上がりまして、まあ、この非常にある意味では暗号というソサエティなんですが240名が集まりまして活発な議論が重ねられました。どうしたら安全な次世代の暗号が作られるかということを議論しました。そこで出てきた計画が次のようになるんですが2017年の11月の末までに公募します。それで鍵交換方式あと暗号化あとデジタル署名これは電子の印鑑ですね印鑑という3つの方式に関して標準化をしましょうと。それで締め切った後に3年から5年かけてそのコミュニティを含めそれがどれくらい安全なのかということを議論していくというふうに宣言をここでしています。それで今ここの中で、まあ、今これ数学のちょっと話になりますが5つぐらいの数学問題を使って暗号を作るとうまくいくのではないかというふうに議論されているのがこちらになります。それでも昨年の11月末に締め切りが公募の締め切りが終わりまして実際どれくらい集まったかというとこのようになります。合計69件の応募がありました。全世界からですね。それで今この赤くしているところが日本からの応募です。で日本は大学グループあとは企業の研究所あとは政府関係の研究所などが応募しています。で他にもアメリカヨーロッパあと他のアジアの他の地域
もう世界中からこれだけのものが提案されて、今我々の業界でこれらの暗号がどれくらい安全なのかということを議論しているところとなります。それで私の研究グループも出していまして、いくつか出しているんですが、今ここのリンキーエクスチェンジというものをこれメインで我々のグループから出しました。それで我々のグループの、プロジェクトがどういうものかというのをここで少し紹介させていただきますと、今このクレストという研究プロジェクトを運営しています。これ2014年にスタートして約5年のプロジェクトなんですが、25名程度の数学者、暗号学者が集まって、その暗号の安全性に関して議論しています。それで先ほど述べました RSA とか楕円というのはデータの暗号化とか署名に使えるんですが、そこで使っていた数学というのは代数曲線、整数論とか計算論と言われている、この特に代数曲線とか整数論というのはこの純粋数学を使って暗号を使っていました。それで IT 技術が進歩するためにいろいろな高度なことができるようになるんですが、プライバシー保護などができるんですが、量子計算機の安全性も踏まえて、さらに多くの数学を使う必要があります。それで数学者、暗号学者が集まってこう議論しているわけです。でこれらの暗号、数学の理論を使いまして、幅広い数学理論を使った高機能 の暗号を作っていきましょうと、言うならば我々自身で暗号をこう解読してですね、想定される最強の攻撃者をモデリングして、そこでシミュレーションして、最強の攻撃者のレベルがここですと、で我々はさらにそれより上を行っている安全な暗号を作りましょうということを目指しています。じゃあですね、ここからちょっと式を出させていただきますと、どんな数学を使っているか、これ細かいことはもちろんこれだけの一般の方に説明するのは困難ですので、格子暗号というものがあるんですが、それはどんなものかといいますと、ここに書いたように2次元の平面にある規則正しく並んだ点です。点です。その点に対して、これここが原点なんですが、その点をなんか記述している、皆さん高校の時にベクトルというのを聞いたことあるかもしれませんが、ベクトルという2つをこう B1、B2 というのを用意します。この B1 と B2 を用意すると、この点はすべて記述できるということが分かっています。でこの2つのベクトルから、この隠れている一番短いベクトルを見つけなさいというものが、これが今議論されている新しい数学となります。でこれ与えるのがベクトル を出して、今これ2次元の図ですが、一般にはもっと高い次元となります。で今提案されている暗号ですと、800次元とか1000次元の空間の中のベクトルに対して一番短いものを見つけなさいという問題です。でこれ理論的に安全であるということが証明されている問題です。でこの問題に対して我々 のグループでは、先ほどのように計算機実験を行いました。これ実際にこれ計算しているところですが、その結果今652次元というところまで解読に成功しています。でそれがどれくらい実際にかかるかという理論的な見積もりも作りまして、それで例えば高い次元ですね、1000次元だと650次元より何倍のスピードがかかるのかということも理論的に見積もっています。これによって 何次元まで上げた結果、今のスーパーコンピューターでも解読できない、あと量子計算機でもっても解読できない、ビット数がどれくらいになるのか、次元数がどれくらいになるのかということの見積もりが可能となります。はい、それで、ね、本講演ではこれまとめさせていただきますが、量子コンピューターの時代に とっても安全な暗号というものがどういうものかというのを議論しました。
でこの暗号の安全性というのはこれある種の数学の問題のが解くことが難しいという困難性をもとに暗号を作っています。それで暗号開発するにあたって、安全なものを作る場合それは設計者の方なんですが、その設計者の立場だけではなくて実際に解読を行う攻撃者としての立場でもって自分が開発している暗号をこう攻撃してみると、でこう設計者と攻撃者のこのジレンマというのがここに存在します。で我々の提案する暗号 もう今公開されていますので、今いろいろな攻撃が提案されています、他のところからですね。でそれを今議論して、それがどれくらい有効なのか有効でないのかというのを今議論しているところです。で我々のグループも他のグループで提案された暗号がどれくらい安全なのかということを、攻撃をすることによって評価していると。でその結果69件の暗号がこうずっと絞られていきまして、最終的にこの暗号だったらこれだけの多くの人がこう議論して、欠陥が見つからなかった、これならもうこの暗号 をブレイクすることはもうできないという業界のコンセンサスができた結果、標準化に行きます。で、言うならばこれ最強の敵をこう模倣して安全な暗号を作っていくということが我々の業界で行われています。はい、それで先ほど数学の話ちょっと端折りましたが、これやっぱり非常に難しいです、この話を説明するのはですね。それで私この話をするとよくマスコミの取材を受けるんですが、やっぱりマスコミの人も分かりませんって言われるんですが、実は明日NHK のサイエンスゼロというところで、これたまたま明日なんですが、今日話した講演の内容 を放送します。明日の11時、夜の11時半から、今これ、ベクトルの話がここに出てきましたが、模型を使ってですね、これ、相当頑張って分かりやすくしたつもりなんですが、もし興味のある方がおられましたら、ぜひご覧ください。で、先ほど述べた暗号の仕組み等も、アニメーションを使って説明しております。はい、では、講演を終わりたいと思います。